名称は社会福祉法人原から福祉会、県内で8カ所を経営して、現在障害者が約300名、主に食品加工をやっている、そういう団体です。まあ、一番代表的なのは豆腐豆乳で、まあ、年収1億ぐらいですから。で、関連して油揚げ、厚揚げ、それからパン、レトルト、水産加工、そんなもんですかね。宮城生協がやっぱり一番の我々の頼りとなる販売先ですね。原からっていうのは同胞、みんな同じ人間、仲間で、生協も、まあ、同じ理念ですよね。一人はみんなのために、みんなは一人のために。ですから昔からいろんな支援を受けてますね。もちろん厳しいご意見も一番受けてますけど、障害があったとしても全く我々と同じ普通の人間なわけだから、だからごく当たり前の人間として、ごく当たり前の暮らしを実現したい。で、そのために必要なのは何か言えば、それは所得保障ですよ。だから暮らせる所得、普通に暮らせる所得、それを保障していきたい。東日本大震災でね、最も困難なのは沿岸部でしょ。だから我々は障害者施設というのはいつもこの助けてもらう、ね、恩恵を受ける側に立っているというふうに見られがちでしょ、社会的にも。だからそれだけではなくて、我々が果たせるのは何か、それは果たしていきたいと思うんですよ、どんなことでも。ですから、その菜種油の瓶詰めとかね、できることは連携して一緒にやっていこう。はい、原からの商品は品質にこだわり、美味しさにこだわり、年頃感にもこだわっていきたいと思います。ぜひ、全国で取り扱っていただければありがたいです。震災からの復興も関連してよろしくお願いいたします。